すごい意外だったことがあったんですよ。それはですね、これです。皆さんこんにちは。皆さんお元気だったでしょうか？私は元気です。私は地域通訳案内士という仕事をしていて、広島で活動しています。2019年にガイドデビューして、これまで世界各国のいろんなお客様と出会ってきました。その中でですね、もういろんな発見とか意外な出来事とか、いろいろあったんですよ。ということで今日はですね、これまでの私の経験で驚いたこととか意外だったことの中から、いくつかインパクトが強かったことを皆さんとシェアしてみようかなと思います。まず食事編ということで、箸です。で、ガイドになる前に思ってたのは、今や箸は世界でも常識で、箸使いますかとか、箸上手ですねとかいうのはもう本当に失礼だみたいな風にも聞いてたんで、本当みんな箸が普通に使えるものだと勝手に思ってたんですよ。ところがですね、意外とフォークちょうだいみたいなリクエストが結構あるんですよ。もちろん箸全然 OK っていう人の方が多いんですよ。だけど少なくとも私が思ってたよりかは、なんかフォークリクエストが多いなっていう風な感じです。で、ガイドを始めて間もない頃は、結構安易に麺類を勧めてたんですよ。ラーメンは外国人に大人気みたいなものも聞いてたし、まあ大丈夫だろうと思ってたんですよ。で、まあ実際大丈夫なこともたくさんあって、美味しかったねっていう風に普通に終わることもあったんですけど、だけど、ある時、年末のすごい寒い時期にですね、あったかい蕎麦食べようっていう風になって、お客さんもいいねみたいななって行ったんですよ、お店に。で、お客さんにですね、フォークで食べたいっていう風に言われて、あ、フォークですか、じゃあフォークもらいましょうって言ってもらって、でもよく見たら蕎麦ってつるんとしてるじゃないですか。のカップヌードルのあの縮れた麺だとフォークでくるくるまだできるじゃないですか、多分。だけど、あのこの熱々のサラサラのスープに浸ったこのつるんとした麺をくるくるするのはすっごい難しいだろうなぁと思って、で、実際ちょっと大変そうだったんですよ。で、しかもですよ、今でさえも私あの麺をすすって食べるお客様に出会ったことがないんですよ。みんなね、あのそーっと音を立てずに食べるんですよ。でもあの麺をすするのって冷ます効果もあるじゃないですか。なのですすらずに食べると本当熱いんですよ。やったことあるんですけど。なので今では私の中ではこうちょっと麺はちょっと要注意リストに入ってて、なのでお客様と出会ってからその雑談の中でこれまで何食べましたかっていう風に聞いた中で、麺が大丈夫そうだなと思った時にしかあの麺は提案しないようにしています。で、次は鉄板焼きです。その鉄板焼きのイメージが、私たち日本人がイメージする鉄板焼きと外国人の人がイメージする鉄板焼きっていうやつとなんか違うみたいなんですよ。その鉄板焼きの方はシェフがなんか卵を放ったり火吹いたり、コテを放り投げたりとか、ジャグリングとかして、なんかファイヤーマジックショーみたいな、なんかそういうパフォーマンスを見て楽しむみたいな感じで、なんか料理を楽しむみたいな感じじゃ、なんかどうやらなさそうな雰囲気なんですよ。でも私たち日本人にとっての鉄板焼きって、シェフが目の前でこう手際よく調理して、まあたまにファイヤーありますけど、だけどメインはあの料理を楽しむみたいな感じじゃないですか。で、しかも何かしら鉄板の上で焼けば、まあ鉄板焼きじゃないですか。で、そういう認識の違いからよく起こるのが、その、私あの、まあ、広島なんで、あの、お客さんと事前に、あの、メールのやり取りとかで、ランチに何食べたいですかって聞いて、特になければ、広島のお好み焼きがおすすめですよって言って、写真とか、あの、説明のリンクとかを送るんですけど、返信で来るのが、お好み焼きも美味しそうなんだけど、鉄板焼きとか食べたいな、みたいな感じで来るんですよ。あれ?みたいな。あのお好み焼きもまあ鉄板焼きじゃないですか。なんであらーと思って、やっぱりあのファイヤーとか見たいのかなとか思うんですけど、でももうツアー中はもう時間的にもそんな時間がないんで、
お好み焼きも鉄板焼きなんですよって言って、まあ、連れて行って、でも実際お好み焼きめっちゃ美味しいんで、もう大人気なんですよ。なので、まあ、全く問題はないんですけど、鉄板焼きと鉄板焼きはなんか違うもんなんだなっていう、新たな意外な発見をしました。次はですね、抹茶です。で、海外で抹茶味のキットカットが大人気っていう風なのも聞いてたし、ああ、なんかその抹茶味ってすごい外国人の人も美味しいって思う味なんだって思ってたんですよ、勝手に。でも、ガイド始めて、で、出会ったお客さんで、抹茶苦手っていう人に結構出会ってきたんですよ。特にティーセレモニーで出てくる本格的なこう抹茶、あれはダメだったっていう人がもう結構多くって、で、私も実際勉強のためにティーセレモニーに参加したことあるんですけど、周りにいた外国人の人はもうすごい楽しそうに興味津々でやってるんですけど、あれをこう飲んだ瞬間にわーみたいな感じにまあなってたんで、まあわからなくもないなと思って、確かにちょっと苦いですよね。まあだけど、まあ抹茶の苦い経験も日本旅行の楽しい思い出として持って帰ってもらえたらなって思ってます。で、次はですね、食べ物以外ですごい意外だったことがあったんですよ。それはですね、じゃん、これです。このビニールの透明傘ですよ。で、日本ではこの透明のビニール傘って置き忘れても盗まれても、うん、まあいっかみたいな、まあ、なんかそんな感じの存在じゃないですか。ところがですね、これ海外の人に結構人気なんですよ。かわいいって言って。で、ただですね、ここでちょっと要注意なんですけど、私がたまたま透明のビニール傘好きの外国人に多く出会ってしまった可能性もあって、世界中で大人気かどうかはちょっとわからないんですけど、ただ少なくとも私にとっては意外な発見だったわけなんです。で、実際に起こったことで言うと、ツアー中に突然雨が降り出したんですよ。で、お客さんと傘買いに行こうってなって、で、お客さんが、ついに透明の傘が買えるって言って、すごい喜んでたんですよ。で、まあ、その時に私が思ったのは、そのお客様の国では、あまりその透明の傘っていうのが売られてないのかなと思って、あ、そうなんかって感じだったんです。だけど、また別の機会にですね、別の国のお客さんが、折りたたみの傘を持ってたんですよ。だけど、私がこのたまたまその時透明の傘差してて、その透明の傘が欲しいって言って、わざわざコンビニに行って透明の傘を買ったんですよ。で、やったやったって言って、あ、そうなんか、これすごい人気なんだと思って、で、今度はですね、また別の国の人なんですけど、夏にですね、もうカンカン照りのもう暑い時に、お客さんが傘買いたいって言うんで、もうてっきり日傘のことだと思ったんですよ。で、コンビニにあるかって聞かれて、いや、コンビニにはないんじゃないかな、まあ一応行ってみましょうって言って、まあないじゃないですか。だけど、透明の傘さして、これ買うって言うんですよ。あれ、でも日差しは遮らないと思うんですけどっていうふうに一応言ったら、いや、もうこれ買うって言って、で、まあ出て、でも早速こう刺してカンカン照りの中ですごい嬉しそうにしてたんですよ。だから、まあいいかと思って、そんなに嬉しいんだったらね、それはそれでいいかと思って楽しく過ごしたということなんですけど、もうそんなにね、透明の傘が人気だっていうふうに思ってなくて、私もこの透明の傘に愛着が湧いてきて、これを結構使ってます。これはね、目印です。次は行列の割り込みに対する寛容さがすごいんですよ。で、日本人ってもう並ぶことがもうデフォルトじゃないですか。一つのものに対して大勢いるともう自動的に列ができるって感じですよね。これ本当よく聞くのが、もう日本人って本当ちゃんと並ぶよねって言って、うちの国では本当ありえないことだっていうふうに、まあよく言われるんですけど、で、そもそも並ぶっていう概念がないと、その割り込みもやる方もやられる方もなんか普通な感じみたいなんですよ。
でも私はその割り込みに全然慣れてないんで、もうこっちからもこっちからも割り込まれたらもうすごいあたふたするんですよ。で、実際の経験で言うと、平和公園のこの慰霊碑の前で写真を撮るっていうのが定番なんですけど、日本人がいっぱいいる時はもう自動的に列ができて、まあ順番に写真を撮っていくんですけど、もう最近はですね、外国人の観光客がもう増えすぎて、たまに日本人が全然いない瞬間とかあるんですよ。まあそうなったらもうカオスで、うわーって横にぐじゃーってなって、でこうこっちからもこっちからもなんかすごいこうカメラが割り込んでくるんですよね。重要なポイントなんで、あのお客さんにちゃんと撮ってもらいたいなとか思って、あのすいません並んでもらえますか、すいませんすいません、ちょっと並びましょうっていう風に秩序を正そうとしてるんですよ。するとお客さんが、ああ、いいよいいよって言って、ちゃんと撮れたよって言って見せてもらったら、ちゃんと撮れてるんですよ。もうすごくないですか、その技術。なんでも、ああと思って、すごいと思って。でもね、やっぱね、日本だからね、こう、並ぶの当たり前じゃないですか。なんで、本当もう並んでください。お願いしますっていう感じです。どうだったでしょうか。今日はですね、これまでの私の経験からすごい意外だなって思ったことをいくつか厳選して、紹介してみました。皆さんもこの動画の中でそれは意外だと思ったことあったでしょうか。ということで、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。